山田美希は、日本の政治家、通産官僚、自由民主党所属の衆議院議員、元外務大臣政務官、東京都品川区生まれ、父はエンジニア、母はピアノ講師、大院中学校、高等学校、東京大学法学部卒業。1996年、通商産業省に入省し、世界貿易機関での通商交渉や、 特許庁の組織改革に携わった。26歳でアメリカ合衆国コロンビア大学大学院に留学し、経営学習志望を取得。帰国後は内閣官房へ出向。30歳で経産省を退官し、ボストンコンサルティンググループ勤務を経て、エルメスジャポンに入社。2011年11月、自由民主党東京都連が実施した候補者公募に合格し、 東京一区で公認を受ける。2012年、第46回衆議院議員総選挙では、民主党前職で、元経済産業大臣の海江田万里を1,134票の差で破り初当選した。なお、全国300の選挙区で、東京一区は最後に当落が決まった。2014年、第47回衆議院議員総選挙では、現職の民主党代表であった海江田を、 比例復活を許さずに破り、再選。野党第一党党首が落選するのは、1949年1月の第24回衆議院議員総選挙で日本社会党委員長であった片山明が落選して、以来、65年ぶりのことである。2015年10月、外務大臣政務官就任。2017年、第48回衆議院議員総選挙では、 立憲民主党に移籍した海江田に敗れたものの、赤敗率96.8%で、比例復活当選し、参戦。ありがとうございます。